はい、おはようございます。ですね、動画投稿、こんな感じの雑な動画しか、投稿できてないんだけども、やっぱりね、今、大雨警報が町の放送で流れてます。で、やっぱりそれくらい雨降ると、やっぱり水が地面からね、染み出してきちゃうよね。去年の、お盆みたいに、溢れ返ると思う、水がまた。そうなるとだるいんだよな。だとしたらちょっとな、めんどいので、これが地面の問題で、下をアスファルトっていうかね、コンクリートを付けにすればっていうことを言われた意味かなと思いますね。でも一番びっくりするのはここなんだよね。排水溝らへんって砂利をどれくらい埋めたんだっけな。多分ね、20センチぐらい、20セン、30センやったんよな。砂利をね、何体だろう、もう10体以上を、埋めたんだけれども、その隙間を縫って、水が染み出してくるっていうことは、多分ここ、ちょっとポンプで水出した方がいいのかな、また。多分だが、ちゃんと板を全部取った方が良かったんだよな。なので、セメントがあればまたここら辺も、もうちょいセメントで固めようかなっていう感じっすね。はい。なので、ここ、セメントの下が木の板があって、その下にまた空洞があって、またそこに水がジャブジャブ溜まってるんよな。なので、これモルタルに砂利とか砂入れなくて、砕こうと思えばいくらでも砕けるとくらい脆いやつだから、気が向いた時にやりますか。気は向かないけど、この納屋解体を、した時に一緒にやろうかなっていう感じで、いいかなって思ってます。あ、蜂の巣が。そろそろ蜂の巣を撤去しないとダメだな。とにかく木の板、ちょっとどかしていこうか。はい、イズログです。まだね、動画貯めてるんだけど、動画アップしてなくて、ちょっと今、買い物に行きがてら、ちょっと動画回してます。これ、ですね、これよく見ると、これ、水田が埋まってるんです。水で、水で洪水になってるんだけど、これ見慣れてきてる水がね、この用水路を溢れて道路まで来てるの。で、これで今5畳目があれになってます。なんか避難勧告出たね。やべえな。本来これやばいな。これさ、いつもと風景全然違う。やばいよ、これ。電柱のところが実は用水路なんよな。でもさ、車が走ってたけど、今ちょっと傷があるんだけど、これがですね、用水路なんだけど、用水路を、ちょい分かりやすく、やっぱさすがにこれは避難した方がいいレベル。これでも、稲使ってます。ほら。だって稲って今背高いもんね。海辺の畑はね、ことなき上とかね。でも結構来てるね。だいたい普通、海辺の畑ってこれないよ。すごいよね。あんだけもう埋まってるからな。なんでこっちだけこう水が溢れるんだろうね。すごいよね。これすごいよな。で、逆にさ、畑持ってる人のこの不公平感が半端ない。そりゃ心配で見に来てさ、流されるわな。
まで来てるもんな。すげえわ。でもこれ流れていっちゃうもんな。これすごいことになってるな。そりゃ米農家さん、あ、そうか、当たり外れのある田んぼがあるんだな。まあ、大体ここね、あれ5丁目のイオンね、これだな。やっぱりここ当たり外れあるんだね。これ今用水路だから、これ非常に危ないもんな。米農家さんかわいそうだよね。毎年こうなるんだからな。だから今ここまでになると、あの内川地方じゃない、内川地区っていうところがまあ氾濫してるらしいよ。メールでもうおっと避難の警戒レベルが5になったから行かなくちゃいけないね。避難しなくちゃいけないレベルだよね。すげえ、これかわいそうだよ。稲って普通ここまで出てんだけどさ、ここの田んぼさ、もう稲の頭が使ってるもん。ああ、ダメ。よく倒れないよな。そうか、低いところはダメなんだな。でもこの用水路のね、問い面と反対側とね、この差って何なんでしょうね。はい。はい、キズログです。ですね、これバガメ川で、これがなんかどうやら氾濫をもうしてるから逃げろっていう緊急速報来て、まあ、バガメ川来たんだけども、まずいね。これもう使ってる家がある、あそこの、これ堤防なんだけども、10センチないぐらいここまでね来てるわ、水が。これはちょっとまずいな。いいな。だからみんな今日今逃げてんだな。あっち、もうダメだ、水がいってるわ。やべえな、これはやばい。ババメ川って氾濫したことないらしいんだけど、わー来たな。ダメだ、もう完璧にもう使ってるわ。やばすぎる、これは。みんなだから逃げてんだな。あー、そうか、使ってるな、もう。いやー、でもここもどうしようかな。外ごもりプレイス、ちょっとこれ川が流されるとまずいな。ちょっと逃げよう。かなりね、木とかね、ちょっとまずいな。ちょっとこれ、この橋桁ごと流されるとまずいよ。これはみんな避難するわ。やべえな、バマメ川って一級河川だから氾濫しないとか言ってたけどな、家買った当時。いや、でもこれ、まあそうなりますよね。まだ明かりついてるよ。大丈夫なんか、逃げなくて。まあすごいことになるわ。はい、おはようございます。ですね、まあ今外ごもりプレイスの近況として、全然動画アップしてないけども、電工2種の試験受けて、それからちょっと動画編集しようかなと思うんだけども、まあちょっとイレギュラー的に街を歩いてるけど、なんだろう、これここまで浸水があったってことか。多分浸水っていうか水の跡だよな。水が流れてきたんだな。側溝が多分埋まったな、土で。おーい、マジか。これババメ川に行くんだけれども、すごいことになってるな、これ。ちょっと見に行きたいな。多分ここまで水使ったな。あ、もう流れないな、これは。これは流れんな。すごいね。多分ここまで来たんだな。これ速攻詰まったな。はーい。まあ、ここはババメ川からちょっと近いところだね。まあ、これ歩いていくとババメ川なんだけど、ここまで水来てたんだ。役場前のツルハドラッグとかセブンイレブンもね、逆に、あれだわ。
浸水はしてたけど、で、ここ高崎地区で、比較的ババメ川に対して高いところなんよね。ババメ川に近いけど。やっぱりここら辺、全然浸水はないわけよな。うん。まあ、これちょっと道戻ってるんだけど、で、昨日、4時とか3時半ぐらいかな、早い人は。もう親戚の家が他にあるとか、息子さん夫婦がね、自分のお父さんお母さん、まあおじいちゃん おばあちゃんを連れて、もう車椅子で体に不自由がどうも、どうしても移動に時間がかかるっていう人たちはもう避難早くて、まああとあそこに、ここら辺もまあ水来てたんだな。これここまで来てたんだ、相当やばかったんだな昨日。この通りも多分これ水で運ばれてきたんだろうな。水は溜まってたな。ちょっと朝から今日日曜なんだけど、朝からちょっとね騒がしいな、ちょっとざわついてる。でこれ上り坂ですね。外ごもりプレイスはこの先なんだけれども、まあ全然影響はなかったですね。で、まあこっちの方に親戚を持っとかね、頼れる人がいるっていう人はなんかある意味運がいいっぽくて、そうだな。まあ今朝ね、ここ、路中がいっぱいある、いるんだよね。いやでも路中だったとしてもしょうがなくて、まあ、ここ行き止まりだから先はいいんじゃないかって思うけど、多分あれだろう。こっちの方に家があるとか、頼ってきたとか、川沿いに家があるけど、使ってない母屋みたいな空き家があるから、こっちに来たみたいな人たちかな。だから結構路中がある。うん。まあ、多分、こっちの方に家がある人は運が良くって、ね、全然水届いてないからいいと思うんだね。はい。なので、こんな感じで、ちょっとババメ川行ってみましょうか。はいはい。今ちょっと、ババメ川まであともう50メートルぐらいのところです。ここね、ここの地区も高崎なのかな、新町かな、ちょっとよくわからんな。ここ。なんかね、床上まで来てるな、ここ。うん。結構来たね、床上まで、ここら辺。まあ、ババメ川に近いところで、うん。まあ、今ちょっと、周りもね、差し上がって、今日はいるけどもな。いや、ちょっとこれはと、ここからババメ川に近くに行くけどな。すごいな。あ、そうだ、これ昇進町か。ここはですね、今、ババメ川のすぐお隣、昇進町だね。でもね、昇進町のこの避難所もちょっと床上まで来てるね。ちょっと見づらいけど、この、これか。これ、この茶色いところが線がうっすらあるけど、床上まで来てるね。まあ多分これこういう、あ、これか。ポストの上まで来てんな、水。これ空き家か。いやーでもここも、すごいな。ババメ川沿いはちょっと考えない。